1> 第1飛行隊は、かつて航空自衛隊飛行教育集団第1、航空団霊下にあった戦闘機部隊。航空自衛隊最初の戦闘飛行隊として1956年に浜松基地で新編され、1979年に兵隊されるまで戦闘機操縦教育任務を実施した。第1飛行隊は、航空自衛隊最初の F-86。 F 戦闘機を運用する飛行隊として1956年1月10日に静岡県浜松基地航空団霊下の戦闘機部隊として新編された。浜松基地のジェット機運用機能が未整備だったこともあり、福岡県追記基地へ移動し飛行訓練を開始した。同年8月に浜松基地の工事が完了し、ジェット機運用が可能になったため、 1> 第1飛行隊は追記基地から移動した。8月25日に浜松基地で第2飛行隊が発足したことから、第1飛行隊が戦闘高等操縦課程、第2飛行隊が戦闘機基礎課程の操縦教育をそれぞれ行うこととなった。1957年9月には第1飛行隊と第2飛行隊の教育課程の交代が実施され、 1965年11月30日に第2飛行隊が兵隊されると第1飛行隊による一貫した戦闘機操縦教育が行われることとなった。1979年3月3日に第1飛行隊は兵隊した。舞台マークは黒と木のチェック隊。ありがとうございます。